はい、中年オタッキーです。この間ね、いつも紹介してるね、カメラの北村のナルト店さんにね、遊びに行ったらね、僕の視聴者の方が結構来てるみたいで、今日は、この間三重県から来たとか、なんか岡山から来たとか、すごい遠くから来てね、しかも結構なお買い物をして、行かれたということです。ありがとうございます。徳島県にお越しの際はね、カメラの北村のナルト店さんもそうですけど、カメラの北島ね、北島町役場のね、すぐ近くにある、個人のね、ミニラボ置いてあるんです。ミニラボはね、すぐには現像できないんですけどね、現像液下げてるんで、スマホのね、プリントとか銀塩プリントできるお店なんで、そちらもね、銀塩プリントしたら長持ちするんでね、まあカメラの北村のナルト店さんもそうですけど、銀塩プリントすると、スマホの写真も非常に長持ちしますんで、徳島県に行きたかったらね、ぜひともね、お立ち寄りくださいませ。今日の動画はですね、まあこいつの紹介になってまいります。これ一眼レフなんですけどね、APS カメラなんですね。 APS フィルムを使用した、カメラになります。それでは、動画スタートしてまいります。はい、このねキヤノンの EOS IX50 っていうんですね。これね、発売がね1998年の、平成10年の3月だったみたいですね。で、2種類ぐらいあるのかな。で、これ廉価版の方ですね。これの上位機種はね、なんか EOS 55の基本コンポーネントを、移植してあるということで、これは EOS KISS の方基本コンポーネントを移植してあるんですね。で、一応ね、まあ撮影モードはこんな感じでね、一通り、揃ってますしね。これは EOS KISS のやつなんで視線入力はないんですけど、上位機種は視線入力もあったみたいです。で、 APS カメラらしくて、こんなとこからフィルム入れるんですけど、 こんな感じでね、フィルムをポコンって入れて、で蓋を閉めたら撮影準備完了みたいな感じなんですけどね。よいしょ。で、電源を入れまして、よっ、全自動モードにしたらね、もうね、もう勝手にね、よっ、もう勝手にフラッシュまで光っちゃうやつですね。で、露出補正とかもできますし、一通りのマニュアル撮影はできるんですね。で、撮影モードがね、3種類、16対9の、ワイドモードの APS-H で、パノラマモードの APS-P で、標準 4.3 の APS-C、という3種類のね、撮影モード、画像サイズモード、まあ、ここでね、APS-C っていう言葉が出てきましたね。現在のね、そのデジタルカメラ、デジタル一眼とかまあそうですけど、APS-C サイズっていうね、センサーのサイズありますけど、ズバリこれなんですね。この名前が残ったんです。で、APS-C って1.5、フルサイズ換算 1.5 ってよく言いますけど、この APS カメラは、この時代の APS カメラ1.4だったみたいですね。で、レンズはね、EF マウントで EF レンズは使えるんですけど、これ EFS が使えないんで、これ今28105がついてますけど、1.4 倍になるんで、何ミリだ？42ミリぐらいかな、42ミリぐらいから、146、147ミリ、ぐらいまでのレンズになってしまって、まあ、どうしてもね、広角が足りないっていうような状況に、なります。だから APS カメラね、そのもっと普及してたら専用のレンズ出てたのかもしれないですけど、大して普及しなかったんで、広角を撮ろうと思ったらめちゃくちゃ高いね、広角レンズを買うことになったんでしょうね。で、シャッタースピードこれ2000までなのかな。
キスベースだから2000までだろうな。ちょっと詳しいデータは書いてないですね。一応軽量コンパクトかなね、 EF22 から55の F4.5 から5.6 というレンズもあったみたいです。で、ABS フィルムっていうのはね、一応ね、磁気記録ができてですね、撮影データとかもね、なんか記録できてたみたいです。どうやって読み出すのかはわからないんですけど、僕もね、APS カメラってほとんど使ったことがなくて、本当それこそ映るんですの APS 版、ぐらいしか使ったことないですよね。とりあえず、まあ、今回作例いきますけど、なぜね、10年以上ね、期限切れのフィルムでね、夜間フラッシュで撮影した、写真はね、どうしても録音不足になってます。で、一応ね、これ、センシアだったかな、ネクシアか。ネクシア400、というフィルムを使用して、で、マニュアルでね、感度をね、100に落として、2段プラスで撮影したんですけども、これはもういかんともしがたかったみたいですね。まあ、こんな感じでね、まだもう一本ね、これもう一本持ってるんですけど、3本100円でね、期限切れをハードオフで買ってきたんですけどね。で、使い勝手なんですけど、もう非常にいいです。もうちっちゃいですしね、これね、これちょっとでかいレンズですけど、24mm のパンケーキレンズとかつけてね、スナップショットを撮り歩いたら結構いいカメラだったんじゃないかなと思いますね。で、まあ、弱点というか、なんていうか、結局ね、ちょっと今現像済みのパトローネ持ってきてないんですけど、パトローネがね、見れないんですね。フィルムが見れないんですね。で、こうやってインデックスとデータで管理することになるんですけど、このインデックスプリントとパトローネをね、一緒にね、保存しとかないと、たくさん増えてきたら、もうどれがどれか分かんなくなっちゃうっていうね、重大な欠点を抱えてたんですね。で、さらに言うたら、APS フィルムが普及した時に、このインデックスプリントっていうのが始まったんですけど、35mm フィルムでもインデックスプリントをつけるようになってしまったので、APS フィルムのね、優位性が全くなくなってしまったんですね。で、現像代が当時最初高かったりとか、いろいろ普及に妨げになることがあって、結局普及しきれずに、さらにデジタルカメラの普及が始まったことによって APS カメラはね、どんどん消滅していったと。で、2011年ぐらいにはもう富士もコダックもやめちゃって、製造生徒コニカとかもっとそれよりもっと前になんかやめたみたいですけどね。で、これはまあ98年に発売されたんですけど、まあ一応2011年まではフィルムが出荷されていたということで、まあ13年ですか、13年間は使えたということですね。で、なんだっけ、電池ですね。電池はね、CR2 だったかな。うん、これね。CR2 を2個使え、贅沢に2個使えます。これ高い電池なんですけどね、贅沢に2個使います。この当時、この時期のね、カメラ、一眼レフもそうですし、コンパクトもそうなんですけど、電池代がね、結構ね、ネックになってくるんです。高い、リチウム電池を使っている機種が多いんですけども、今回はね、これね、ハードオフで、傷も何にもないピカピカのやつが500円で売ってたんで、これはね、一応フィルムも余ってたし、最後にね、ちょっと動かしてやろうと思ってね、お情けみたいな感じで500円で買ってきて、使ってみた次第です。フィルムもう1本あるんでね、チャンスがあればね、80-200mmF2.8L に、テレコンつけて 400mm にして、で、さらに 1.4 倍だから、560mm にしてね、うちの近所のね、なんだっけ、コウノトリでもね、取りに行こうかなと思ってますけど、時間がありません。今日のね、動画は、こんな感じになりますね、カメラ紹介の方は。で、ここからはね、またいつもの、視聴者様の作品紹介になってまいります。
はい、ここからはね、視聴者様のね、作品紹介、今日エントリーが6名、来ております。ハザードランプがついちゃったよ。まずはね、井上ひじりさんの作品ですね。カメラがね、ちょ、萌えっちゅうね、カメラが、EOS KISS X7、レンズがね、EF200mmF2.8LUSM、中古で買って届いたレンズをね、速攻で使ってみたっていうことでね、1枚目のね、タイトルが遠雷っていうことで、2枚目が、キトですね。これね、特に1枚目なんですけど、これ雷が鳴った瞬間を捉えたのかな。雲がね、光ってますけどね。で、通常ね、雲の写真とかは電線とか電柱とかをね、入れないのがね、セオリーですけど、これはその電線を入れたことによって、なんかかえって臨場感がある感じに映ってますね。はい、井上ひじりさん、ありがとうございます。次にね、これは初投稿かな、初投稿だと思うね。これなんて読むんだろう、トシーさんかな。1枚目が、真昼間の幽霊、オリンパス OM1 レンズ随行オート W28mmF3.5 コダックゴールド200、2枚目がね、コニカミノルタアルファスイートデジタル、レンズが AF アポテレズーム、100から300、F4.5 から5.6、ということで、1枚目これね、オールドレンズならではのね、ゴーストをね、ものすごく活かした、これ狙い通りに出たということでね、素晴らしい、いい感じになってますね。これ、オリンパスのね、OM、随行オート W ということですけども、やはりね、なコンセプト的にね、そのちょっと柔らかい調子で、撮れるレンズが多いのかな。これね、いい感じで撮れております。で、2枚目の、コニカミノルタアルファスイートの写真、タイトル飲み足りないっていうことなんですけど、これトリミング一応ありってことで、スマホ版ライトルームでロー現像、ということなんですけど、これアルファスイートデジタルってね、600万画素のデジタル一眼で、一応ね、ボディ内手ブレ補正も搭載してたんですよね。僕もちょっとね、試してみたいカメラになりますけど、実動機持っておられるの素晴らしいと思います。結構いい色が出てますね。この時代はね、なんか取っ手出しは良くなくて、老現像したら結構よく映るっていうカメラが多いんですけど、もしかしたらアルファスイートデジタルもそうなのかもしれません。トシーさん、ありがとうございます。次に、ちゃうわ、これじゃないわ。落合さんの写真、落合さん3枚組の写真でね、タイトルは旅情ということで、カメラが、ね、オリンパス E5M3、レンズが1枚目だけね、 M 随行デジタル 17mmF1.8、2枚目と3枚目がね、随行デジタル12から200、 F3.5 から6.3ということです。これ3枚組の写真ということなんですけど、組写真としてはちょっと弱いですね。同じようなね、写真を3枚並べるのが組写真っていうのではちょっと弱いと思います。今からちょっとね、僕の何て言うんですか、例を挙げてみますね。簡単に例を挙げるんですけど、タイトルはね、お散歩ということでね、お散歩ということで3枚組で行くんですけど、1枚目はまあお散歩に行こうかということで、2枚目はお散歩楽しいね、3枚目はそろそろ帰るぞという、ことを表現したかったっていう、これ写真になります。これ違う日に撮った写真、無理やりね作ったんで、違う日に撮った写真で服とかが入れ替わってますけど、まあ、そこのツッコミはなしということでお願いしますけど、まあ、こういう風にね、ちょっとストーリーができるようなものがね、組写真としては良いと考えていますが、どうでしょうかね。はい、落合さんね、また組写真挑戦してみてください。ちょっとね、組写真ははっきり言って難しいです。僕も組写真得意じゃなくて、あんまり手を出していません。組写真は3枚までということで、ストーリー性があるものを望みます。はい、次がね、これも初投稿かな。ズボラさんの作品2枚、1枚目がね、タイトル双壁、2枚目がね、迷路ということでね、カメラキャノンデミ EE17、フィルムがね、フジカラー400の期限切れということで、これ2枚目の迷路の方はね、これも期限切れなんですかね。これは結構ね、
あの正確な色が出る、やっぱ光がしっかりあるところでは正確な色が出るのかな。1枚目の双璧なんですけど、これものすごくね、あの色がね転んでる、ピンクに転んでる。僕ピンクあんまり見えないんで、ちょっと色盲なんでね分かんないんですけど、あの色がかなり転んでるように感じますけど、これがねあの期限切れフィルムの面白さだったりするんですよね。あの色が変な風に転ぶっていうのは、あのクロスプロセス現像なんかも、ありますけど、まあ、期限切れのフィルムって、まあ、そもそもが安いんで、あのどういう風に、ね、転ぶかわからないっていうね、ギャンブル性もあって、面白いんだと思いますね。で、今週のナンバーワンはこれかな、この双璧かな、いい感じで撮れておりますね。これ飾ってもいいような写真だと思います。はい、ズボラさんありがとうございます。次がね、ジンさんの作品2枚、タイトルはなしなんですけども、これね、ハーフカメラのね、何ですか、サークルとかではよく見かけるね、あの、2枚綴りの写真を2枚ということでね、これ、ハーフカメラで、スキャンしたらね、こんな感じで、1枚のスペースに2枚入ってしまうんですけども、これ一応4枚なんで、今回はまあ、あの、その例えを紹介するということで、ジンさんの写真そのまま載せましたけど、あの今後は反則ということにします。すいません。あのオリンパスペン FT で、レンズが、F 随行オート S38mmF1.8 ということで、富士プレミア、富士カラーの、プレミアム400で撮影しておりますね。はい。これ、シャープネスとしてはね、素晴らしいんですけど、お城の写真はもうちょっと正面から光が当たるところが欲しかったかなって感じですかね。あの、お店の写真もね、そんな感じですね。ちょっと曇ってたのかな、これは。はい、ジンさんありがとうございます。最後にドリームロコモーティブさんの、作品で、これね、あの2枚ともタイトルが一緒なんですけども、組写真として扱おうかな。タイトルが爪痕ということでね、カメラがね、キャノンオートボーイジュの76、フィルムがね、上海 GP3100 というモノクロフィルムで、撮られております。で、このね、上海 GP3100 なんですけども、実はね、あの、ドリームロコモーティブさんからね、ちょっといただきました。このフィルムですね。なんかね、ちょっと安く売られてるってことなんですけど、現像時間がね、ものすごく長いんですね。これ100のフィルムなんですけども、ドリームロコモーティブさんの、データでは、D76 の現役20度8分30秒、8分30秒も現像して、ようやく100の感度が出るっていうことなんですかね。で、せっかくいただいたんで、で、この GP3 をね、使用したっていうね、人の、ページを見ると、普通にラボ出し現像したらね、なんていうか、超露出アンダーでしたっていうことで、もう境目が分かんなかったんで、そのまま返しますって言って、巻き巻きのまま帰ってきたとか、そういうね、情報を見たんですね。で、僕はこのフィルムをテストするのに、せっかくいただいたんで、ラボ出しでそのまま現像されてちゃんと露出がいける感度を探そうかなっていうことで、多分実光感度がね25ぐらいしかないんじゃないかなと思って、とりあえず ISO100 で撮って、50で撮って、25で撮って、ほんで100の現像時間で現像してみようと考えてます。ネオパン SS ぐらいのね、現像時間で、現像してみようと思います。で、安いフィルムということでね、もしね、この動画を見てる方、使いたいと思ってる方があったらね、もう参考になる、あれになるかもしれないんで、そんな感じで撮っていこうと思います。で、一応ね、今日ね、15年前に期限切れになった、アクロスの、テスト撮影が終わったんですね。これキャノネットの、QL17G3 で、露出がね、かなり信頼できるカメラなんで、撮ったんですけども、これもね、ちょっと、また ISO 感度ちょっと変えて、撮ってるんですけど、上海の GP3 もね、同じように、撮ってみようと思います。で、上海のね、この GP3100 の、データをね、持ってるような人、もしいたらね、自家現像してみたよとか、もしいらっしゃいましたらね、
DM なり何なり送っていただければと思います。で、中身はね、こんな感じなんですね、こんな感じなんですけども、これも見たらわかるけどね、ほらプラスチック製のパトローネなんですね。これね、変わってますよね。で、触った感じはね、吸入剤ですね。ケントメア100とかネオパン SS、あとはコダックのトライ X400 と同じような乳剤で作ってあるものと推測します。で、ドリームロコモーティブさんが実はね、もう一本フィルムいただきました。これね、まだ調べてないんですけど、これはどうもね、 T 粒子だと思うんですね、このピカピカ具合。ラッキーニュー SHD100 っていうね、これモノクロフィルムなんですけど、今まだ調べてないんであれなんですけどね、もしね、使ったことあるとか、知ってるよっていう人がいらっしゃいましたらね、動画のコメントなり、DM なりでね、教えていただけたらと思います。はい、今日の動画はね、こんな感じになってまいります。でね、実はね、オリンパスペン D のね、写真撮って、現像したんですけど、私のメンテナンスが悪かったのか、どこから漏れたのか分かんないんですけど、光がめちゃくちゃ漏れてて、ほとんど作品になってなかったんですね。で、もう一回メンテナンスしなし、どこから漏れたんだろうな、しっかりね、遮光したつもりだったんですけどね、モルトで。どこから漏れたから分かんないんで、蓋が取れるタイプのカメラなんでね、結構漏れやすいっちゃ漏れやすいんですけど、もう一遍チャレンジしてみようと思います。で、来週は、チャンネル登録者をね、2000名突破しましたんで、もうね、ツイッターではね、写真1枚流しましたけど、どこに置いたかな、よいしょ、これじゃね、カメラだらけでね、もうどこにあるかわかんないんですよね。ペンタックスのね、SP ですね、カメラ紹介になってまいりますね、来週は。あれ、どこに行ったか分かんなくなっちゃったよ。あったのか、これですね。で、ペンタックス SP をね、骨董屋さんからね、1000円で購入してきまして、小分解してね、ミラーアップしてたんですね。ミラーアップしてたんですけど、一応ね、ミラーアップはね、再現しなくなってます。シャッタースピードを変えてもね、一切再現しなくなってますね。で、レンズはカビカビだったんですけど、ご覧のように大体落としてます。完璧じゃないんですけどね。それはね、来週紹介いたします。で、一応ね、ちょっと、中年オタッキー2の方でね、応募を受付しようと思いますけども、応募受付は、その動画の、動画が、アップロードされてからになりますんで、まだ応募しないでくださいね。で、露出計がね、露出計一応動くんですけど、露出計はないものと思ってください。全然数字がダメです。全くダメですね。こんなね、カメラでもよかったらね、山間露出の練習にもなるんでいいかもしれないですね。はい、今日のね、動画はここまで。次は来週になってしまうかな。はい、まだ次の動画までお待ちください。はい、それではまた次の動画まで、最後まで見ていただきありがとうございました。この辺にね、チャンネル登録ボタン出てきますんでね、チャンネル登録ボタン、まだチャンネル登録まだの方はお願いします。で、いいねと思う方はね、ぜひぜひいいねボタン押してください。いいねボタンがね、いっぱい押されるとなんか成績になって、上の方に上がっていくらしいんで、いいねボタンもお願いします。はい、あとこの辺にね、リンク出てきますけども、お暇な方はお付き合いくださいませ。はい、それではまた次の動画までごきげんよう。さよなら。